今日はね、自転車の記事について解説します。その記事へのリンクは概要欄、下の概要欄と動画の上にちょっと今出しておきますので、これクリックしてリンクへ飛んでください。で、それがね、これでいいのか、インターネット社会と私たちの人権というね、こういうシンポジウムがあったんです。8月10日大和郡山城ホール、つまりは奈良県大和郡山市で開催されたんです。主催は奈良県市町村人権同和問題啓発活動推進本部連絡協議会、これ啓発連協って言って20年ぐらい前に設立された団体で、その同和関係の啓発をする団体なんだけども、市町村が分担金を出しててね、まあ、つまりは税金から運営されている公的な団体なわけです。で、法務省委託事業ってあるでしょ、だからこれ国からもお金が出てる公的なイベントです。で、まあ、このイベントね、シンポジウムっていうよりはなんかもう活動家の集会みたいなところがあって、まあ、そのあたりも突っ込みたいんだけども、まあ、今回一番問題にしたのはこの朝日新聞の阿久澤悦子記者のことです。このシンポジウムに出て発言してたんだけども、まあ、その内容、発言した内容の書き起こしを手に入れてみたんだけども、言ってみれば朝日新聞が自分たち、私たちは偏向報道してます、事実をねじ曲げてますっていうことを恥ずかしげもなく言ってるんですね。で、今年の初めぐらいに現場へ今ブラック差別はっていうね、5回の連載記事を阿久澤さん出したんだけども、まあ、それはまあ私も内容見たんですよ。そしたらそのもう内容はもう解放同盟側べったりの内容なんですよ。で、このシンポジウムで、まあ、確かにね、解放同盟側に寄り添った記事を書きましたと。この全国部落調査の裁判、まあ、私が訴えられて、まあ、解放同盟側が訴える側なんだけども、その、まあ、今係争中の問題についてもう解放同盟側に一方的に偏った記事を書きましたよっていうことを認めてるわけです、要はね。で、このことの問題っていうのは結局その部落問題に関係する報道についても朝日新聞の記事は信用できないっていうことを認めてしまったわけです。まずおかしいと思うのはね、じゃあ、まあ、この裁判でね、一審では解放同盟側が一応勝訴っていう形になってるんです。で、それについて阿久澤記者はこれは部落にとってね、プラスの情報だ、ポジティブな情報だっていうようなことを言ってるんです。ところがヤフコメ欄には、例えば関西電力の金銭授受問題、あれはもう解放同盟の、ね、人が関わってたので、こう部落にとってネガティブ情報だっていうんですね。で、熱海土石流、あれは自由同和会の人が、ね、関わってたんだけども、あれも部落にとってネガティブ情報だっていうんですね。だから部落にとってプラスになる情報を記事として出してもヤフコメ欄でそのマイナスになるようなことがどんどん書き込まれてしまうっていうようなことを言ってるんだけども、いや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 、報道ってね、そういうものじゃないでしょ。他の記事と比較して、じゃあ特定の誰かにとってこれがプラスかマイナスかとか、そういう問題じゃないわけです。やっぱ報道ってそれが事実かどうかっていう問題で、でも阿久澤さんはこれ偏向報道しますって言っちゃってるわけですよ。これって本当にいいことですか、誰かにとってプラスになりますか。で、この阿久澤さんの言ってることはやっぱり問題だと思ったのは、阿久澤さん、このいわゆるその部落民というのと、この解放同盟員とかね、あとはまあ同和団体の構成員っていうのを区別してないんですよ。だから、その、例えば関西電力の金品術について、あれは結局、その関わってたね、悪いことをしてたのは関西電力の人たちと、あとはまあ、とある解放同盟員で、別に部落民っていう部落全体には何の関係もない話なんですよ、実は。で、熱海の土石流に至っては、自由同和会が関わってたんだけども、別にその、あの人自体ブラックじゃないですね。天野さん自体は別にブラック民じゃないですからね。あれも、まあ別にそのブラック民っていうのも全然関係ないんですよね。なのにこの阿久澤さんのそのブラックにとってプラスかマイナスかっていう思考はどっから出てくるんだろうなって。だから僕恐ろしいなと思いました。朝日新聞といえば、まあ同じグループの朝日新聞出版がね、それは2012年橋下やつの本性って言ってね、ひどい記事書きましたよ。橋本徹はね、部落出身で DNA がどうやらこうやらみたいな、そういう記事ですよね。ああ、もうそういうことかっていうね、ああ朝日新聞っていうのはこういう思考なんだなって。だから今はね、これ解放同盟側にね、こうやってすり寄ってね、こうべったりと解放同盟に寄り添った記事に書いてるけども、じゃあいざね、世の中が解放同盟を批判するっていう側になった場合、例えばじゃあ解放同盟は今の統一教会みたいなね、そういう位置づけになった場合、朝日新聞っていうのはその部落と団体、その一般のそのただただね、部落に住んでるだけの人たちと、その
団体っていうのを同一視して叩いてくるんだなっていうふうに思いましたよ。だから橋下康の本性なんかそうじゃないですか。その橋下徹って別に部落出身でもなんでもないんだけども、そこをなんか血筋なんかと絡めるようなね、すごいえげつない記事書きましたよね。だから結局そのどっち側に触れるかっていう問題であって、そのちゃんとねこの部落問題についてこの正しい認識を持とう、事実をちゃんと伝えようっていう考え方っていうのは全くないんだな。結局誰の味方をするかっていう、まあ、そういうことしか考えてないんじゃないかなっていうふうに思います。だからこれ本当やっぱ朝日新聞怖い、恐ろしいですよこれ、だから朝日新聞には正直もう部落関係の報道関わってほしくない。仮に僕の味方をするとしてもですよ、じゃあ仮に僕側の味方をして、じゃあ解放同盟を叩く側にね、じゃあ朝日新聞が加わった場合、もう朝日新聞その解放同盟とその普通にね部落に住んでる人たちの区別をせずに、もう部落は悪い、部落は悪いって言って多分叩くんじゃないですか。だからこういう認識の人が記事を書いてるんだなと思ってね、いや本当恐ろしいと思いました。その報道っていうのはね、やっぱ事実を伝えるっていうことは大事なわけです。誰に寄り添うかとか、あとはそのじゃあ誰にとってプラスかマイナスかなんて、そういう問題じゃないんですよね。で、まあ、ラムザイヤー先生がね、差別の何でしたっけ、差別の自己補強っていう言葉を出しましたよね。自分自身で差別を補強するようなことをする。で、これも一種阿久澤さんがやってることは、これはまさにねマスメディアがやってる差別の自己補強ですよ、だから部落に関してそのデマが流れてる、その根も葉もないね根拠のない噂が流れてる、まあ確かにそういう実態はありますよ、だからそれも差別だといえば差別っていうことになるのかもしれないけども、じゃあそれをね、じゃあなくそうっていうんだったら正しい情報を伝えていくっていうことが大事なわけじゃないですか。でも阿久澤さんも公的なイベントで自分たちは偏向報道します、事実をねじ曲げますって言ってるんでしょ。じゃあそんなことを言ったらね、ああやっぱり部落に関してはもうマスメディアって信用できないんだなと、公的な団体とかね、その、まあ、主要なメディアが流している情報っていうのは信用できないんだなっていうことになってるから、じゃあそしたらじゃあその先に何が起こるかって言ったら、もう陰謀論が広まっていくんですよね。だからそうやって本来だったらその陰謀をなくそう、陰謀論をなくそうっていう方向に進まないといけないのに、もう阿久澤さんはもう自分でね陰謀論を広めるようなことをしてるんですよ。そのブラグ関係のこのね議論だとか報道とか、そういうものに対する信頼性を貶めるようなことを阿久澤さんがやってる。だからこれはまさにもう差別の自己補強で、本当にねこのまあそのまあよく言われるけども、こうバカな働き者っていうのが一番この世の中にとって害悪なんだなっていう、まあそういう事例です。だから僕今回これについてはもう本当にね、まあ前々から僕朝日新聞のね報道姿勢っていうのはおかしいと思ってたけど、まあ僕だけじゃないと思いますよ。やっぱ新聞社特に最近おかしいなっていうふうにねみんな思ってる人多かったと思うけど、実際にこうやってねその証拠となるようなものが出てきてしまったんで、ああやっぱり朝日新聞ダメなんだなと。でまあ、もっと広く言えば朝日新聞グループにしても、ああいう橋下のやつの本性みたいなそういう記事を書いたっていうのは、あやっぱこういうことなんだなと、事実を真摯に伝えようっていう考えがないと、結局誰が敵なのか誰が味方なのか誰側につけばいいのか、そういうことしか朝日新聞っていうのは考えてないのかなっていうふうに思いました。だからまあ記事の中でもね、私の自転車の記事の中でも書いてるけども、今後ね、朝日新聞が報道する内容については、ちょっとね、こういうことを踏まえて内容を読み解いていった方がいいんじゃないかなという、まあそういったお話でした。